はい、皆さんこんにちは、3月アメリカの方なんですけど、カリフォルニアの3月14日木曜日でございます。もうね、皆さんも分かると思いますが、このコーナーで私が断言しましたけれども、大谷さんの妻は、田中真紀子、真美子でございますって言いましたね。 100% 当たりました。前はね、大谷さんはドジャースに行くだろうってそれも当たりました。今回これも当たりました。皆さんが見てる方々もご存知だと思うんですけど、そうやって頑張って当たってってことはありがたいものでございます。はい、いや僕もね、あの皆さんね、大谷さんはね、出かける時に絶対もうね、時間の問題だと紹介すると思ってましたよ。だからまあ、あのそのいつか分からなかったんですけど、まあこれはいいタイミングで紹介されたんじゃないかなと思うんですけどね。せがね、なんかすごい近いですね。なかなかかっこいいということで、まあ一応今回はですね、だから大谷さんのものをどんどん、今日も紹介していきたいと思っております。うん、まあ他の話よりもまずはね、大谷さんのね、私はね、いろんな写真をね、準備しまして、これいろんな写真があったんですけどね、その中からいろいろ調べて、これはね、田中真紀子さん、真美子さんには間違いないということでございますね。まあ、どうりで皆さんもご存知ように、もうね、あのドジャースって書いてある、これドジャースって書いてあるらしいんだけど、もうね、大谷さんと大谷さんの奥様ね、まあ、とにかく改めておめでとうございます。素晴らしいですね。背が高いですね、やっぱりね。ですからね、多分韓国にいらっしゃるからね、もうとにかくね、皆さんにね、Please call me マミコで、マミコって言わないと、マミって言ったらお母さんになっちゃう。 Call me マミって言ったらお母さんになってしまうので、 Call me マミコね。 My last name is Otani. Now I am Otani マミコ。いいですね、わかりやすいですよね。そういうことで、マミコさんおめでとうございます。Otani さんおめでとうございますということでございますので、じゃあちょっとこれでいきましょう。はい、どうぞ。ドジャース公式 X が大谷翔平選手と妻の 2S 写真を公開。うん、大谷翔平選手が所属するメジャーリーグロサンゼルスドジャースの公式 X は日本時間15日未明、大谷選手と女性の 2S 写真を公開した。写真の説明欄には、韓国ソウルに向かう大谷翔平と妻との説明が記載されている。女性は193センチの大谷選手とそれほど差がないほどの長身で、共にナイキの黒いスポーティーな服を着てリラックスした表情を見せている。背景には航空機とみられる機体が映っており、3月20日に開幕戦に向けて韓国に向かう航空機とみられる。写真の右下には韓国の文字ハングルでドジャースと記されている。大谷選手は2月29日に自身のインスタグラムで日本人女性と結婚したことを公表し、3月1日の会見では結婚相手について至って普通の方ですと明かしていた。普通の人ですということですね。はい、ということでございましてが、皆さんなんか面白いですね、これ見てたらね。大谷さんはほら妻とね、綺麗に別れて、彼も一平さんは奥様と綺麗に別れて、でここはね、なんか不思議にね、この手が繋いでるように見えるんですよ。そうではないんですけどね、なんか知らないけど手が繋いで仲良くしてるということでございます。はい、ということでね、この写真がなんかここに来てるようでございます。はい、じゃあこれどうするですね。もう一個はこれ、なんかいろんなね、撮り方が写真があるみたいですよ、皆さん。はい、どうぞ。大谷翔平の SNS 活用術が話題に、結婚会見で詳細を伏せた新妻との写真を投稿、撮られる前に載せる一流のテクニック、奥さんの守り方が上手、ガード完璧。ドジャースの大谷翔平投手が15日未明、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、韓国に出発する航空機の前で長身の美人女性と並んだ写真を投稿した。大谷は自身の SNS でこの女性が誰なのかを明らかにしていないが、2月29日に結婚を発表したお相手とみられ、その後球団公式 X 旧 Twitter が彼の妻と写真説明で紹介した。大谷と共に黒のナイキのジャージー姿にニューバランスの白いスニーカーを履いている。身長193センチの大谷の目の位置に頭頂部があることから、セミロングの新妻は身長が180センチぐらいあると見られる。
大谷はキャップを後ろ向きにかぶり、女性は両手を体の前で組んでにこやかに微笑んでいる。また水原通訳も妻と見られる女性と共に写っており、山本由伸投手は園田通訳と写っている。結婚発表会見で大谷は至って普通の日本人などと結婚相手について詳細を語っていなかったが、深夜時間帯でのサプライズ写真投稿にネットでは、奥さんの姿の見せ方がさりげなくていい、大谷さん奥さんの守り方が上手、写真を撮られる前に載せる一流のテクニック、本当に愛です、さらっと出すのが大谷さんらしい、奥さん美人だし背高いね、なんか爽やかな気持ちになった、ガードの仕方が完璧といった賞賛の声がとどまっている。まあでもね、一般の人と私は思わないですね。一般の人は大谷さんがあそこに行った時に一般の人は入れないわけだから、一応オリンピックにいらした方で、ある程度そのグループの中でまあそこに入れる方だったね。でさりげなく一回はね、覚えてないっていうか、いっぱいこんにちはって挨拶されて、その次はこんにちはお元気ですか、私はこういうものですけどって言って、で1回2回3回4回やってるうちに、まあこうね、なんかさりげない、なんかすごいガーッとするような人じゃなくて、さりげない人だなということで気に入ったんじゃないかなと思うんですけどね。ということでどんどん行きましょうか。今度はこちらでございますが、こちらですね、これはね、なんか不思議な皆さん撮り方してるんですけど、お母さんになんか似てると、大谷さんのお母さんに似てるっていうんだけど、まず私、まあ写真の撮り方も違うんですけど、花も違うし、まあ笑い方も違う、まあ出してないんですけど、まあ雰囲気が似てるということでしょうね、多分ね。まあ行きましょうか。ではどうぞ。はい。どっかで見たことある顔と思ったら、電撃披露された大谷翔平の妻への既視感に共感のは似てる。大谷の奥さん、大谷の母親に似てる。妻と寄り添う大谷翔平、画像は球団公式 X のスクリーンショットより。米大リーグドジャースの大谷翔平投手が日本時間15日、インスタグラムのストーリー機能を使い、長身の女性と寄り添った写真を投稿した。球団公式 X でもにショットが公開され、画像説明では妻と表記。深夜の日本が騒然となったが、一部で大谷の奥さん、大谷の母親に似てると指摘する声が上がっている。ドジャースの開幕戦の地韓国に向け、搭乗する飛行機をバックに大谷は妻と寄り添い、笑みを浮かべた。自身のストーリー機能を使って公開した写真は瞬く間に反響を呼び、とりわけ初めて披露された夫人に熱視線が集まった。中には大谷の奥さん、大谷の母親に似てるの声も。これまでメディアを通じて公開されていた大谷の母と雰囲気が似ているとの指摘が相次いだ。奥様の雰囲気がお母様に似ているんですよね。うん、確かに素敵やん。めっちゃ似てる。めっちゃ似てる、どっかで見たことある顔だと思っていたら納得。男性って母親に似た人を選ぶよね。飾り気がなくてすごく素敵な方。本当に似てらっしゃると思います、はい、男の人ってお母さんに似てる人が理想の女性なのかな。なんかよく言われますね。男はやっぱりどこかお母さんの雰囲気に似た人に惹かれますね。X 上にはこうした声があふれ、共感の輪が広がっていた。はい、ということでございまして、今後からはね、マミコ大谷と大谷マミコと呼んでくださいということでございますからね。もう田中さんは消えた、亡くなった、ね、日本ではね、確かに男性の名前を言うんですよね。アメリカもそうなんだけど、人によっては事情がある方は、まあ、奥さんの名前あれするんですけど、多分大谷まみこになると思うんですけどね。はい、ということで大谷まみこさんおめでとうございました。それではまあ今日はね、ということで昨日の話でございますけどね、14日これ13日心配なのはこの方ね、え13日、ここですね。マリナーズの時に負けましたね。山本由伸さんがやっぱりね、いまいち調子悪いかなと、2回ぐらいちょっとやばいなと思ってますけど、今後は頑張ってもらいたいと思っております。ということで今日これ2日休んでから、まあちょっとヒーローズとか、
キュオンヒローズとかね、コリアとかとこういろいろやっていて、最後に20日と21日はまあここのパドレスとやられるという正式な試合をやるということでございます。はい、ということで、はい、これは負けました。そして今度はね、これサンデーって書いてあるんですけどね、3月のサンデー17日ドジャーズ対、キブーンヒローズということ言ってるんですけどね、まだ決まってないですね、誰が投げる、ここも決まってないですね、ということになっております。はい、ということで、あのメンバーはまだわからないので、流れもまだ決まってないので、これは違いますね。はい、ということで、はい、ということで、大谷さんになんと、監督、栗山監督はですね、なんかね、会いに行ったということで、これもまたびっくりでございますけどね。じゃあちょっと行きましょうか。はい、お願いします。侍ジャパン元監督の栗山さん、グー野球。3月14日アリゾナ州グレンデールのドジャースキャンプ地を訪問、スパーク翔平さんと固い握手、握手するて、握手するて、おはようございますと翔平さん。すると近づいていいのと栗山さん赤面赤面。栗山さんは翔平さんとの再会に笑顔、中でちょっといろいろ話しました、まあまあ簡単に、時間はあまりないので元気そうで、とにかくいろんなことあるんですけど、健康で野球さえやってくれれば、うん、勝手に数字はついてくるはずなので、うん、表情を見て楽しそうにやれているんだなとか、元気そうだなってことで、その確認ができたんでよかったです、うん、輝く星 OP 戦について、非常に落ち着いているというか、手術明けのシーズンである中でも非常に順調に来ているんだろうなという表情に僕は見える。輝く星、具体的な数字はどれくらい？ずっと僕は思っていますけど、多少手術明けで肘の状態がどうのこうのと言われていますけど、みんながシーズン終わった時にやっぱりびっくりするような数字を残してくれると僕は信じています。栗山さんと翔平さんの関係性好きだな、ハセンキス V サイン。野球界を変えたこのお二人、手をつなぐ男性二人野球。手をつなぐ男性。人には計り知れない苦労と努力グーグー、うん、いつまでもこの関係を見ていたいな、ハセンハートの簡単譜、びっくりマークハートの簡単譜。はい、いつまでもこの雰囲気を見ていたいなということで、こちらもあります。はい、どうぞ。大谷翔平と栗山英樹氏が再会がたい握手で、挨拶や山本由伸の投球も視察。MLB オープン戦マリナーズ8対1ドジャース、日本時間14日、キャメルバックランチ。前次ジャパン監督で日本ハム CBO の栗山英樹さんがドジャースのキャンプ地を訪問。マリナーズとのオープン戦を視察しました。2023年の WBC で日本を世界一に導き、大谷翔平選手をルーキー時代から二刀流として育てた日本ハム時代の恩師、栗山さんはこの日、ウォーミングアップからベンチに戻る際の大谷選手と対面すると、おはようございますと挨拶をし、固い握手を交わしました。また、大谷選手の通訳水原一平さんと会話する姿も見られ、挨拶と握手の後は笑顔で言葉を交わす様子も見られました、さらにオープン戦2度目となる先発登板する山本由伸投手のブルペン投球も視察し、ブルペンから少し離れた距離でピッチングを見守りました、大谷選手はこの日2番 DH として出場し、第1打席はフルカウントから6球目の変化球を捉え、ライトフェンス際まで運びますが、あと数の部ビタリズライトフライ、第2、3打席は見逃し三振に倒れ、この日は3打数ノーヒットの成績。それでもオープン戦の打率は 1.50 で、日本塁打、9打点と好成績を残しています。栗山監督はですね、多分言ったと思いますよ、この度ご結婚おめでとうございます、なんかそれ以外の話はそれは言わないんですけど、多分そういう話もしたと思いますよ。はい、ということで、こちらの方はその打率ですね、5割と日本打率 1.50、 日本塁打オプス 1.486 と絶好調の大谷に、最終戦で不安が残った山本ドジャースキャンプ、いよいよ打ち上げ。
3月13日、ドジャースはアリゾナ州グレンデールで2月9日から行っていたキャンプを打ち上げた。最終戦で山本由伸が登板し、4回3分の2を投げて、8安打、4失点とやや不安の残る内容だったが、7三振を奪った。2番指名打者で出場した大谷翔平は初回、あわやホームランかという打球を右翼に放ったが、右翼から左翼に吹いていた強い風に押し戻された。そうだよね。その後は、2打席連続で見逃し三振に終わっている。キャンプでの通算成績は、山本が3試合に登板し、9回3分の2を投げて15安打、9失点、4四球、14奪三振。防御率は 8.38 だった。大谷は8試合に出場し、22打数11安打、2本塁打、9打点、5得点で、打率は5割ちょうどだった。ドジャースキャンプレポート2024、毎週木曜日更新。リンク先は外部サイトの場合があります。時差ボケを防ぐ行動サイクルとは？さて、13日の試合後、パドレスは早速開幕シリーズが行われる韓国に向けて旅立った。一方でドジャースは14日朝、アリゾナを出発する予定である。ドジャースは2014年にオーストラリアで開幕を行った経験をもとに、今回は睡眠スペシャリストとも相談し、一番時差ボケになりにくい出発時間を選択したという。パドレスが到着するのはおそらく14日深夜。すごい。ドジャースは15日午後。12時間の差がある。そんなあるんだね。アメリカ時間で夜に出発すると、飛行機の中で寝てしまい、到着してから寝られなくなる。13日夜は普通に睡眠をとり、機内ではできるだけ寝ないようにして、韓国に到着後、夕食をとって少しゆっくりしてから眠るというサイクルを想定しているそう。19年にマリナーズが日本で開幕戦を行った時も、同様の移動パターンだった。もっとも、あの時のマリナーズの選手もそうだったが、米国に戻ってきてからの方が時差ボケになりやすい。試合後に出発する場合、飛行機の中で寝てしまう。ロサンゼルスに着くのは夕方。その日の夜にうまく寝られなければ、時差ボケになる。ちなみに21日夕方に帰国後、24日にはもうエンゼルスとのオープン戦が組まれている。3試合あるので、選手らはそこで体内時計を修正することになる。体内、そうだよね。体内のね、修正しないといけないですけどね。はい、続きましては、もうね、大谷さんとロブ監督がね、もう息子のようでイチャイチャということでございます。はい、どうぞ。連日のイチャイチャ。大谷翔平と指揮官が親子のよう試合前の一幕に反響。ドジャース大谷翔平投手は13日、日本時間14日、米アリゾナ州グレンデールで行われたマリナーズとのオープン戦に2番指名打者で先発出場。3打数無安打に終わったが、試合前に指揮官と見せたやりとりが揺るぎない信頼関係とファンの関心を呼んでいる。フルカウントが公式 X、旧 Twitter に、試合前に大谷がデーブ・ロバーツ監督とグータッチしている様子を投稿。笑顔を浮かべて監督と拳を合わせる様子に、親子のような関係素敵ですね、とコメントが寄せられた。12日、同13日のジャイアンツ戦前にも、大谷はロバーツ監督と掛け合いを見せていた。大谷がお尻を突き出しながら指揮官をじっと見つめ、ロバーツ監督は大谷を真顔で無視するように歩いていくなど、良好な関係が伝わるシーンだった。ジャイアンツ戦で2号を放った大谷は、この日無安打に終わり、今春のオープン戦は打率 .500、2本塁打、オプス 1.486、1盗塁。20日に韓国で開幕するパドレスとの開幕シリーズへ向けて順調に調整している。はい、ということでございます。いや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 、本当楽しみでございますね。続きましてこちらでございます。ニューバランスの話で。ニューバランス大谷、限定ワッペンなど販売ソウルでポップアップ。ソウル連合ニュース、グローバルスポーツブランド、
ニューバランスのポップアップストアが韓国ソウルのロッテワールドモールで15から21日に開催される。ニューバランスを韓国で展開する韓国アパレルメーカーのイーランドワールドが14日発表した。ポップアップストアは米大リーグ機構 MLB が今月ソウルで開幕戦 MLB ワールドツアーソウルシリーズ2024を開催するのを記念しオープンする。ポップアップストアではパドレスの韓国人内野手キムハソン、ドジャースの大谷翔平を象徴する限定版ワッペンを販売する。ワッペンを使って T シャツ、トレーナー、フーディー、帽子を好みに合わせてデザインし購入できる DIY イベントも開かれる。すごい、うん、DIY 商品の購入客を対象に抽選で MLB ワールドツアーソウルシリーズのチケット、キムハソンの直筆サインなどを贈呈する予定だ。キムハソンさんもすごいですね。大谷さんと一緒に素晴らしい。はい、それソウルのこれはもう皆さんもご存知だと思うんですけど、やっぱりね、こう彼をね、テーラーグラスの方が前に持ってきたのはやっぱりね、我々見てても安心できると思うんですね。吉野部さんはちょっとね頑張らないと。これはね、彼もすごいピッチャーですよ。まあ、とにかくここであのいい試合を見たいと思っております。では行きましょう。ドジャース大谷、山本らが韓国へ出発20日21日に開幕シリーズパドレス戦。韓国での開幕シリーズに向け14日日本時間13日朝、ドジャースの2台のバスがアリゾナ州グレンデールのキャンプ地から出発した。バスはパトカー3台に先導され、韓国へのフライトのため空港に向かった、うん、ドジャースは韓国ソウルで20日、21日に開幕シリーズでパドレス戦に臨む。パ軍のダルビッシュ有投手が2年ぶり4度目の開幕投手を務め、ド軍移籍初戦の大谷翔平選手との初対決が実現する。第2戦ではド軍山本由伸投手がメジャー初先発することもすでに発表されている。うん、ということでございます。どんどん参りましょう。はい、ということでこちらが最後になりますけど、スプリングトレーニングで、なんかね、スプリングトレーニングトッププロスペクトがやるなんだけど、このスプリングブレイクアウトっていうのは何だろうなと、まあ一応勉強のためにやってた方がいいかなと。スプリングブレイクアウトとは何ですか？うん、スプリングブレイクアウトはスプリングトレーニング期間中に若い才能を披露することを目的とした、うん、メジャーリーグベースボールの新しい取り組みです。シリーズの一環としてアリゾナ州とフロリダ州で16のコンテストが開催される。各州のクラブ数が均等ではないため、レッツとカージナルスはそれぞれペアで対戦することになる、うん、16試合のうち12試合はその日行われるメジャーリーグのスプリングトレーニング試合との伝統的なダブルヘッダーの一環として行われる。お、試合はいつ行われますか？どうやって観戦できますか？すべてのブレイクアウトゲームは木曜から日曜までの4日間、グレープフルーツリーグとカクタスリーグで開催され、全16試合が MLB.com、MLB ネットワーク、または地域スポーツネットワークを通じて放送される。誰がプレーしますか？各名簿は MLB パイプラインのトップ30プロスペクトリストを基礎として使用して作成されました。これは2024年シーズンに入る新人資格を持つ選手、そのほとんどがトップ30の出身者が、クラブのスプリングブレイクアウト名簿に登録される資格があることを意味する。メジャーリーグのルーキー資格は、ゲームのトップレベルのアクティブロスターで130打席、50イニング投球、またはレギュラーシーズンの合計日数が45日を超えていない選手として定義される。そのため、メジャーリーグ経験のある選手でもスプリングブレイクアウトに参加できる。名簿にはクラブごとに23から27人の選手が含まれる場合があります。この名簿は MLB パイプラインのトップ100の有望選手の70名とパイプライン組織のトップ30の有望選手リストに載っている900人の選手のほぼ3分の2で構成されています。 MLB パイプラインの評価によると、
30チームのうち21チームがトッププロスペクトの派遣を計画している、うん、カージナルス、ダイヤモンドバックス、マリナーズ、ロッキーズはそれぞれの有力有望選手10人が出場する、うん、アストロズ、ナショナルズ、パイレーツ、レッドソックス、ロイヤルズ、ツインズにはトップ10の有望株のうち9人が出場する。スプリングブレイクアウトの特別なルールはありますか？確かに。カテゴリー別に分類してみましょう。長さ、両チームがコンテストを9フレームまで延長することに同意しない限り、各スプリングブレイクアウトゲームは7イニング続きます。パドレス対マリナーズ、金曜日フィリーズ対タイガース、土曜日エンゼルス対ドジャース、土曜日はいずれも9イニングを戦っている。延長戦はないので、試合が引き分けで終わることもあります。はい、ということでスプリングブレイクアウトというのはなんかも今年から、ね、やられたそうでございます。はい、ということで、こちらですね、ソウルでこの2人が戦います。どうなるやら、それを楽しみでございます。大谷さんとキム・ミョン、この方ね、韓国の方、この人もね、ご一緒になってサインスとかいろいろでニューバランスのあれでございます。そしてこちらは監督ロバーツ監督と大谷さんはイチャイチャ、なんかね息子のようだって。そういえばロバーツ監督の息子もね、なんか違うチームいますよね。この間写真撮ってましたから。そして大谷さんがサインいろいろサインしながら、まあ今現在はどのぐらいで、0.500 と打率ですね、ホームランが2つと、それからオプスが 1.486 ということを話しておりましたね。正式サインからはまた新しくまた始めると思いますのでこちらは侍ジャパンの監督が大谷さんを選ぶ、まあ、なんて言いますか、キャンプ地にね、訪れて、ちょっと大谷さんにも挨拶して、多分結婚おめでとうございましたって言ったんじゃないかなと思う、ね、こうやってみんな言わないんですけど、と思いますよ。はい、ということで、はい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 、これをね、やらないわけにいかないですね。はい、これみんながね、マミコさんは、マミコ夫人は、大谷さんのお母さんに似てるという雰囲気がね、ということをおっしゃっておりますよ。そしてこれが韓国にいらっしゃる前の大谷夫人ね、大谷まみこと呼んでくださいということでね、 Call me 大谷まみこ。だからまみって言ったらダメですね。まみって言ったらお母さんになってしまうんですから、まみこと呼んでくださいね。はい、いろんな写真をいろいろ私も やってみまして、結局はズバリ当たりましたね。はい、ということでやっぱりね、他の人は出てきて、私じゃないよ、でも彼女は出てこなくて、いろんなアカウントも全部消してしまったんですよね。だからそういった意味ではもう彼女に間違いないだろうということで、まあ、これもね、隠すか隠さないようにもね、これも運命でございますね。なかなか出会いもそうなんだけど、まあ運命でございますね、これもね。はい、ということでこれからいきます。これがね、私は面白いなと思う。この手がね、なんか手はないんですけど、なんかね、手つないで仲良くいってるという感じでございます。こちらも夫婦で、こちらも夫婦で、こちらも若いからこれから夫婦ってなるだろうと。はい、ということでございますのでね、はい、じゃあ私はですね、今日はここで皆様とおさよならさせていただくことになると思います。ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。それでは See you later Alligator。 はい、 See you later Alligator。 はい、それでは皆さん、また明日お目にかかります。ありがとうございました。